はい、8月26日オープンキャンパス参加をしていただいた皆さん、どうも今日はありがとうございました。イエイ。ということでね、今日はまあオープンキャンパスのサンキュームービーと行きたいところなんですが、その前になんと、ショーにはですね、新たに、入学相談室に新たなメンバーが、実は加わりました。今日はね、まずは最初に、その紹介動画ということで、紹介した後にオープンキャンパスのありがとうムービーを撮っていきたいと思います。はい、ではじゃあ早速登場していただきましょう。新たな入学相談室の、梅田智也さんです。どうぞ。じゃあ一言。はい、新しくショーに仲間入りしました梅田智也と申します。皆さん、オープンキャンパスでお会いした際は、仲良くしてください。よろしくお願いいたします。ということでね、はい、こんなまたね、新たな、とてもすごい、ね、綺麗げな、すごい、ね、新たなメンバーが加わりまして、これからもショーはどんどんね、楽しい学校になっていくんじゃないかなと思います。では、これからです。今日、オープンキャンパス参加していただいた方にメッセージなんですけど、今日はどうも参加、ミュージシャン1名ね、参加ありがとうございました。ね、今日は、なんとも来ていただいてるね、小林ゆきさん、ね、何度も来ていただいたので、学科別説明の時間もレッスン しましたね。いや、最高に楽しい時間だったんで、もう笑いがもう止まんなかったです。ね、また、一緒にギター理論の話でやっていきましょう。またね。はい。改めまして、その智代です。私も智代と言います。よろしくお願いします。ちょっと何考え、何もちょっと飛んじゃったんですけど、今日はね、3名様と、午前中1名様マンツーマンのレッスンだったんですけど、すごい楽しくレッスンできました。また歌声聞かせに来てください。お待ちしております。じゃーん。今日、ありますよ。K-POP エンターテインメントかは、ボーカルでダンスで韓国語レッスン全部学生から参加していただいて、どうもありがとうございました。今日は沖縄からも参加してくださった学生さんがいまして、今日面談まで全部済ませて、まあ、無事に帰ることができててすごく良かったなと思っております。来週もまたオープンキャンパスが続きますので、ぜひ K-POP エンターテインメントとかに参加してください。お待ちしております。ありがとうございました。感謝합니다。はい、ウィンドウオーケストラが参加してくれた、佐渡からはるばる来てくれた方、ありがとうございました。今日はね、最後に撮った演奏の、録音したやつをですね、送ろうと思ってさっき聞いたらですね、見事にピアノとパーカッションしか入ってなくて聞こえなくてですね、でも送ります。またぜひ参加してください。お待ちしています。ありがとうございました。はい、ということでダンス科に参加していただいた皆さん、ありがとうございました。今日はですね、基礎レッスンとアーティストミュージックビデオダンスレッスンということでやりましたけれども、後で動画を送るんで、ぜひ見ておいてくださいね。また来週も会いましょう。待ってるぜ。イエイ。に来てくださった、皆さん、今日はありがとうございました。今日は一人一人とゆっくりお話しする時間がありましたので、私もとっても楽しかったです。また、来てください。お待ちしてます。はい、今日K-POP ボーカル、はい、来てくれた皆さん、ありがとうございます。今日はレッドベルベットとシャイニーのテミンの曲を一緒にちょっとやってみたんですけれども、どうでしたか。また次回もこう僕も楽しみにしてますので、ぜひ来てくださいね。でまた最後に僕が作った作曲した曲が7月の10日に新人の韓国のアーティストさんが歌ってくれて、それで発売されたということで、初めて聞いた。ディミノっていう歌詞なんですけれども、Don't Hold Me っていう Don't Hold Me っていう YouTube 検索すると出てくると思いますので、ぜひ皆さんたくさん聴いてくださいね。じゃあまた来週。イエイ。すごい。
さっ。はい、皆さん、今日は来てくれてありがとうございました。はい、音響照明家と、サウンドクリエイター家ということで、今日はね、たくさん来てくれたんですけども、また、ぜひ来てですね、1回だけじゃなくて、とにかくいっぱいお話できたらいいかなと思うので、最後もね、時間ちょっとしかないかもしれないんですけども、またぜひお会いしましょう。ということで、また待ってます。ありがとうございます。はい、ということで、ここからですね、いきますよ。はい、今日は、卒業生がですね、遊びに来てくれたんですよ。ということで、オープンキャンパスにもね、ちょっと参加してもらったので、紹介します。はい、じゃあ、富田くん。はい。おっ。富田はい。大丈夫です。はい。ということで、ねえ、ねえ、はい、です、もちです。はい、ということで、今ですね、作曲家として活動してる、卒業生の富田くんです。おい。はい、今日ね、あの、オープンキャンパス来てくれた子にとも、お話したと思うんで、ちょっとだけメッセージしてもらってもいいですか。はい、今日はあのいろいろお話できてとても楽しかったです。一人の子には実際にデモとかも聞いてもらって、いろんな質問とかも聞いてもらって、僕もなんか初心を思い出したというか、これから頑張ろうと思いました。ありがとうございました。またお話できると嬉しいです。はい、そして、もう一人ですね、今日来てくれたんですね、小島なつきさんです。どうぞ。ということでね、小島さんは今、ホールの方でですね、音響の方を担当してるっていうことで、今日来てくれて、またね、学生とも話してくれたんですけども、はい、ちょっと感想というか、一言いただけますか。そうですね、まだ難しい仕事かなとか、音響とか照明ってどういうことかわからないっていう人は、ぜひまたこの後あるオープンキャンパスにも来ていただいて、ぜひぜひ先生と、学生さんたちからいろんな話を聞いて、音響と照明の仕事がどういうことかっていうことをあらかじめ知った上でこの学校を選んでくれたら、卒業生としてちょっと嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということですね、今日はお二人もお迎えしてですけども、はい、じゃあ最後締めたいと思うね、みんなカモン。はい、はい、これね、でもいい、いいです、タイミングだったよ。はい、みんな入れてますか。大丈夫ですか。はい、入れてます。はい、ということで、次週もですね、オープンキャンパスあるんです。次週はなんとウィンドオーケストラスペシャルです。ということで、吹奏楽部のみんなは必ず来てね、必ず来て、全員集合、必ず来てね。はい、ということで最後いつもやって締めますので、皆さん準備はよろしいですか。よし、いきますよ、せーの、ショーキャン。